こんにちは。今日は輪針を使ってマジックループで編む輪編みの編み方を説明してみようと思います。手袋やハンドウォーマー、あとミニチュアの作品を作るのにもとっても便利な方法なので、よかったらチャレンジしてみてください。今回はクローバーさんの5号の60センチの輪針を使います。動画では60センチを使うんですけど、80センチでも100センチでもループが長いものであれば60センチじゃなくても OK です。今回は作り目を16目で表目で輪編みを編んでみます。作り目の方法は初心者の方向けの動画もありますので、そちらも参考にしてください。指でかける作り目で16目編みます。作り目が16目編めました。針にかかっているこの作り目をループの真ん中あたりに移動します。作り目を半分に分けるので8目と8目の間からコードをこのように引き出して、それぞれの針に目を移します。そしたら糸玉につながっている方が向かって右側に来るように、このように持ちます。糸端は手前に置いておきます。右の針につながっている糸を左手にかけます。そしてこの右の針をこのように引いて、右の8目だけをループに移動します。これで右の針が自由に動かせるようになるので、この針で左にかかっている8目を編みます。今回は練習なので簡単にすべて表目で編みます。作り目を1段目として2段目の最初の半分が編めました。そしたらさっきループに移動させていた残りの8目をこのように針に移動させます。糸を指にかけて、今度はさっき編んだ8目をループに移動します。付け替え輪針の場合は時々このようにネジが緩んでいないかを確認します。そして目を移したことでフリーになったこの針で、針に移動してきた残りの8目を編みます。ぐるっと1周2段目が編めました。3段目以降もこれを繰り返します。ループの糸を針に移動して、糸を指にかけて、こっちの針を引いて8目をループに移動して、3段目の最初の8目を編みます。最初の半分が編めたら、ループにある目をまた針に移して、
そしてさっき編んだ8目をループに移して3段目の残り8目をこのように編みます。4段目以降もこの作業を繰り返して好きな高さになるまで編みます。適当に12段ぐらい編んでみました。せっかくなので最後の目を絞ってミニチュアの帽子にしてみます。最後の糸を15センチぐらい残してカットしてとじ針に通します。このように順番に目をすくってとじ針に通します。針を引いて残りの目も同じようにとじ針に通します。そしてまた針を引いてこのようにぎゅっと中心を絞ります。糸端を裏側に持ってきて裏側の中心付近で糸始末をします。編み始めの糸も糸始末をして カットして裏返せば出来上がりです。家にあるお人形や編みぐるみのサイズに合わせてかぶせてあげても可愛いと思います。編みぐるみの耳としてもいいかなと思いました。以上、今日はこのような輪針を使ったマジックループの編み方の紹介でした。またいろいろな応用作品も出していけたらなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。